夜起きたこと、飛び込んできた不思議な犬たち、噛まれた人々が発症していった謎の病、そしてかまどの中に隠されていた幼い子。その結末を誰が想像できたでしょう。運命と呼ぶにはあまりにも激しく、偶然と呼ぶにはあまりにも悲しい。これは未曾有の危機に立ち向かう父と子の物語です。ワンもあの夜犬に襲われた一人でした。ワンは生き延びました。そしてかまどの中に隠されていた赤ん坊をユナと名付け、二人で生きることを決めたのです。同じ頃、帝国でも謎の病が広がっていました。医術師ホッサルは謎の病を治すため新薬の開発に挑んでいました。しかし謎の病の背後には思いがけない存在と想像を絶する思惑が渦巻いていたのです。自然、深い森の香り、その中で生きる人々と獣たちを描いた物語。命をつなげ。上橋菜穂子、鹿の王。